バート・シュバルバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガウタウヌス郡の、郡庁所在地である。本市は1927年4月21日までは、ランゲン・シュバルバッハと称していた。本市は、ヘッセンで最も古い高専の町であり、2014年からは、クナイプ水浴地に指定されている。バート・シュバルバッハは、 ヘッセン州のシュートビースバーデンの北西、約2 0トルに位置する温泉町である。中核区は、ヒンタータウヌス西部の高度2 8 9メートルから4 6 5メートルに位置する。アールガーサガンのシリューネッセルバッハ川が流れる谷に、全長2 5キロメートルにわたって、長く伸びた形をしている。町域の56%以上が森林である。 バート・シュバルバッハは、北は、ホーエンシュタイン、東は、タウヌス・シュタイン、南は、シュランゲンバート、西は、ハイデン・ロートと境を接している。本市は、アドルフ・スエック詩、バート・シュバルバッハ中核ク、フィッシュバッハク、ハイムバッハク、ヘッテン・ハインク、ランゲン・ザイフェンシク、リント・シートク、ラム・シートクからなる。バート・シュバルバッハ中核詩以外の七つの詩は、 それぞれオルツ別力を形成している。各、オルツ別力はそれぞれ、オルツフォアシュテイアーのもと、7人からなるオルツバイラートを有している。バート・シュバルバッハは、1352年に、ライン・スワルボックとして、初めて文献に記録されており、1364年には、教区として記載がある。この他に資料には、1360年に、スワルボック、16世紀初めに、 ランゲン・シュバルボックという記述がある。光線に関する信頼に足る記録は1568年のボルムスの医師、タベルネ・モンタヌスによるものである。彼は1581年に出版された彼の作品ニュート・ワサー社でもこの村を知らしめた。シュパイアーの補佐主教、ハインリヒ・ファブリキウスは早くも1583年にバート・シュバルバッハの炭酸線で当時を行った。 ランゲン・シュバルバッハは30年戦争で完全に破壊されたにもかかわらず急速に復興し薬糖の販売で流星し始めた。当初この水は瓶や樽に入れて発送されていた。治療を求めるわずかな人だけがタウヌスへの困難な道を旅した。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたバート・シュバルバッハ中世のランゲン・シュバルバッハは マインツ選定工領に属す、ユーバーヘイシェーデルファー15カソンの一つであった。時代とともに、カッツェン・エルン・ボーゲン博が、ラインアウアー・ゲビュック外のこの村に対する影響力を増していき、最終的には、カッツェン・エルン・ボーゲン博領の一部である、ニーダーグラーフ・シャフト領となり、アムト・ホーエンシュタインに組み込まれた。1729年に、ランゲン・シュバルバッハが、 アムト・ホーエンシュタインの行政機関の所在地となったが、アムトの名称は変更されなかった。1794年に、フランスがラインガー・サガンを占領した後、ニーダーグラーフ・シャフト両全域の行政府が、ランゲン・シュバルバッハに移転した。1806年から、ナポレオンの名の下で、ランゲン・シュバルバッハ知事、バルタザール・ピーチュが、ランゲン・シュバルバッハから、 レイズリザーブでキャットザネランバーゲーを統治した。最終的には1816年10月17日にナッサウ公国がこの地域を併合し、ランゲンシュバルバッハは公国のアムトの所在地となった。バートシュバルバッハのクアハウス19世紀初めの道路建設により交通の便が良くなったことで温泉業が盛んになった。1830年にフランシスヘッドが バブルズ・フロム・ザブルンネンを上司し、タウンスの温泉はイギリスで有名になった。数多くの諸公や伯爵が同時に、あるいはカジノに訪れたが、そこにはそれほどくらいの高くない人々もやってきた。ナッサウへの併合や、バブルズ、発汗後の流星期には、シュランゲン・バートや、シュバルバッハは、バート・エムスやビースバーデンと比べても、立地の不足はなかった。 1879年までのクルザー・アル・バウの建設ではより快適な温泉施設を望む声が考慮された。地元施設の改善と並行して郵便馬車を使った旅はより早く快適で便利な鉄道による旅へと変わっていった。1889年に完成したビースバーデンからランゲンシュバルバフハイのアール・タール鉄道は繁栄に大きく関わった。 第一次世界大戦終結後、温泉客としての貴族の往来は、急速に低下し、豪華な温泉から異なる、社会階層からの要求に適合した、一般客に開かれた温泉街への長い時間を要し、時には深刻な経済状況の期間を伴った変化が始まった。その変化は、第二次世界大戦後に、ようやく完了した。ランゲンシュバルバッハ近くの森で、 1800年末、もしくは1801年初めに、タウヌス産地ランゲンハイン・イムタウヌスのカタリーナ・プファイファーは、強盗、ヨハネス・ビュックラーの息子を産んだとされている。1900年頃のバート・シュバルバッハの絵はがきカーナボン、今日は1901年にベーダー通りで、自動車を運転中にひどい交通事故に遭い、亡くなるまでその後遺症に苦しんだ。彼は健康上の理由から、 冬の間エジプトに滞在することを好み、そこで、ツタンカーメン王母の共同発見者である、ハワード・カーターと出会い、王家の谷の発掘を経済的に支援した。カーナボン卿は1923年4月5日に、亡くなった。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年12月31日に、それまで独立した町村であった、アドルフ・スエック・フィッシュバッハ。 ハイムバッハ、ヘッテンハイン、ランゲンザイフェン、ラムシートが自由意志に基づき合併した。リントシートは1977年1月1日に州法の発行により合併した。すべての区はオルツバイラートとオルツフォアシテアを有するオルツ別威力を形成している。バートシュバルバッハの市議会は31議席で構成されている。 2019年11月124日の市長、選挙決戦投票で、マルクス・オーベルンデルファーは56.5%の票を獲得して、アンドレアス・ルックに勝利し、市長に選出された。この選挙の投票率は42%であった。本市は、以下の自治体と公的な友好関係にある。バート・シュバルバッハ・クアバーンバート・シュバルバッハの泉の一つ、 シュタールブルネン・シュベルブヒエン・モルケライこの町最大の雇用主がシュベルブヒエン・モルケライである。クリニック・セントル・ムリンデン・アレー・エム・ビーチは学際的リハビリテーションクリニックで約190人の従業員を要する。バートの称号にふさわしく、バート・シュバルバッハには一連の医療機関がある。例えば、DRV ヘッセンのクリニック・アムパルク、DRV。 オルデンブルクブレーメンのモンタヌスクリニック、オット・フリック・テクラン・ケンハウス・パウリー・ネンベルクなどである。バート・シュバルバッハ税務所、バート・シュバルバッハ副裁判所の本部はこの町にある。この町には、市の行政機関のほかに、職業安定所、税務所、警察署がバート・シュバルバッハ市長を置いている。税務所や、警察署は、エムザー通りの行政センターにある。バート・シュバルバッハ消防団が、 防火防災を担っている。バートシュバルバッハは、温泉街道とも呼ばれる、連邦道、b 2 6十五線及び、B54 号線、B275 号線に面している。アウトバーンのインターチェンジは、1 5トル離れた場所に、A66 号線のビースバーデンフラウエンシュタインインターチェンジが、2 0トル離れた場所に、A3 号線のイトシュタインインターチェンジがある。 バートシュバルバッハ駅はアールタール鉄道の駅である。この路線は1986年以降一般の旅客輸送を行っていない。バートシュバルバッハはドイツでも珍しい鉄道が定期運行していない群長所在地の一つとなっている。この路線はヘッセン州の最も長い文化財となっており、シーズンによっては週末にナッサウ観光鉄道により 歴史的車両の運行が行われている。ビースバーデン・シュタットバーンプロジェクトの一環として、1998年から2001年までの間、バート・シュバルバッハとビースバーデンとの間で旅客運行の再開が議論された。現在は、アールタール鉄道をシュタットバーン、または地方鉄道として再開する計画がある。バート・シュバルバッハ・クアバームは週末に運行される。 狂気鉄道であり、モアバーデハウスからモアグルベンへのレジャー交通として利用されている。バートシュバルバッハ市民大学はアドルフ通りに拠点を有している。バートシュバルバッハにはこの他に多くの幼稚園や託児所がある。ありがとうございます。